引き続き関数に関連するものについて見ていきましょう。今回はですね、ローカル変数というものにフォーカスを当てて見ていきたいと思います。ローカル変数というのはですね、関数内で定義されている変数のことをローカル変数と言います。変数を定義するっていうのは、以前も説明しましたが、VAR というキーワードの後に名前をつけて宣言をすると変数を定義するといったような形になりますが、それを関数の中でやっているというもののことをローカル変数と呼んでいます。このローカル変数というのはですね、一つ特徴を持っていまして、関数内でのみ生きてくる、有効となる変数になります。言い換えるとですね、関数の外からアクセスすると、エラーになってしまうというような特徴があります。で、言葉だけだと少し分かりづらいので、実際にプログラムで挙動を確認してみたいと思います。前回のレッスンで作ったプログラムを見てみてください。前回のレッスンでですね、このように一つジャッジ、引数を一つ取るジャッジという関数を作って、この引数の値に応じて返す文字列を変えるというような関数を作って、その関数にですね、いくつか値を入れてですね、出力を確かめたというのが前回作ったプログラムでした。このジャッジという関数を見てみますとですね、中にリサルトという変数が定義されています。これがですね、今回説明するローカル変数のことですね。もちろん、関数の中ではこのリサルトという変数は生きていて、引数に応じてですね、入ってくる文字列が変わるというような役割を担っています。で、ちょっと返り値もリサルトという変数で受けてしまっていて、分かりづらくなってしまうので、これをですね、一旦、変数名を変えてください。でですね、今回確かめたいのが、この関数の定義の外で、このリサルトという変数にアクセスするとどうなるのかというところを確認したいので、一旦ですね、ここからここは、コメントアウトをして、実際にですね、ここで、リサルトと打ってですね、コンソールに出力されるかどうか確認をしてみましょう。ですね、ページを更新するとエラーが出ているのがわかります。result is not defined というふうに書かれているので、関数の外からこの result という変数を見ようとしてもですね、この result という変数は定義されていないですよというふうに言われています。このようにですね、関数の中で定義された変数というのは、関数の外から見ると存在しないものとして扱われるというのが、今回説明したローカル変数というものになります。